新日、新日とは、日本語では、日本や日本人、日本文化に、好意的な言動を示す、外国人を指す言葉である。日本政府は、新日派の増加が、日本の外交政策や事情に対する諸外国の、理解促進につがるものであるとして、新日派を増やすことに力を入れている。好意的な感情などに関係なく日本の政治や、経済、 文化などの情報や性質を熟知しているという意味では、一般には、地日が用いられる。詳しくは、地日派を参照のこと。また、日本人自身が日本に対して愛着を抱く場合は、愛国心、郷土愛などと呼ぶ。一般に新日である人を表す場合には、新日家」や新日派が用いられる。また、フランスでは、日本美意気の人を指すごとして、畳ぜ。 中華民国、台湾においては特に新日の若者を指すとして、ハーリー族がある。太陽国では、ラーマ9世が公式、非公式で訪れることの多い秋忍宮や文人、新王に対し、我が子と同様として懇意にしている。一方、朝鮮語での新日は、新日派、チニル派と呼ばれ、本は日本に友好的であることは自国への裏切りという、パラダイムから、 韓国、朝鮮に対する、売国やつの意味になる、詳しくは、当該、ジオ参照。韓国は、公式的な場では、反日であるが、非公式な場では、新日の面もあり、昼は反日、夜は、新日と言われる。欧米のネット上で、新日化は、ウィクト、エン、ウィーブーと言われることがある。この言葉は当初は、ホワイトジャパニーズや、 ウエスタンジャパニーズを省略したワッパネセという言葉で表されていたが、差別用語として、インターネットの英語圏の日本関係フォーラムで使用禁止となり、ワッパネセと書き込むと、自動的に意味のない関東詞ウィーブーに置き換えられた。ことからウィーブーそのものが英県の新日課や日本、公務れのものを指すようになった。一言で親日というと、日本という国や文化、あるいは日本人、 これには、日系人が含まれる場合もあるなどに対して、好意的であるか、あるいはそれら日本関係の動向を好意的に解釈する傾向だとに、ネット上で解される。これには、歴史的経緯や地域的な要素、あるいは親日とされる個人、団体、地域が持つ、価値観などによっても傾向が様々で、なお、自国の利益のために親日を装う人間もいるので、一概に論じにくい。 好意を示す対象も、日本人に、好意的だったり、古来の日本文化や流行、大衆文化、日本史に親しんでいる場合もあれば、日本政府、あるいは、日本の象徴としての天皇や皇室などに対して、親密な様を指す場合もある。中にはその親しみの対象に、右翼、右翼団体、旧日本軍などを含める人もおり、また、日本の定義もまちまちであるため、 一概に新日とは言っても、その性質は千差万別である、口述。江戸時代のオランダ貿易や明治時代のイギリスを、はじめとしてヨーロッパや米国間で貿易が行われた際に輸出され続けた日本文化は、当時驚きと新規性を持って、ブームを巻き起こした。これをジャポニスムという。その後も日本文化への同型は、捨てれず、世界中に、 日本に関心を抱く愛好者がいる。書や、絵画や工芸、尺八や、創曲や、雅楽などの方学、能や、歌舞伎や日本舞踊などの伝統芸能、俳句や、源氏物語などの文学、盆栽や日本庭園、寺や、舎や、城郭建築などの建築、稼道や茶道といった、日本独自の伝統芸術、また柔道や、剣道や相撲などの武術、禅。 芸者、寿司など、様々な分野の伝統的な日本の文化に対する熱心な愛好者がいる。例えば盆栽店に行くと、米国やフランスの若者の愛好家をよく目にするし、外国人の尺八演奏家もいるなど、伝統文化、伝統芸能分野で、日本人以外がそういった文化の吸収に、積極的なケースも見せる。日本の武道に関しても、スポーツなどとして、 競技人口は膨大な数に上り、国技であるとされる相撲でも外国人力士は数多い。歴史的な国家間の交友に起因するケースも存在する。例えば、トルコ共和国の場合は、1890年のエルトゥールル号遭難事件が挙げられる。オスマン帝国、ゲントルコ時代に国家の威信をかけた、神前航海の帰路に発生したこの遭難事故は、 これら遭難者を助け、また亡くなった者を慰霊した、日本側の態度が美談として、同国内で受け継がれ、帝国衰退後のトルコ共和国となった今日でも、同国との国交に、この遭難事件とそのエピソードがたびたび引き合いに出されるとも伝えられる。1980年代 -2000 年代以降の新日環状には、日本製の漫画やアニメ、テレビゲーム等のサブカルチャーをはじめとした、 ソフトコンテンツ産業による影響が見られる。台湾のハーリー族、ハーリーズや韓国、中華人民共和国の若者たちなどがいる。さらに、キャッツアイやドラえもん、ルパン三世紀などの数多くのアニメや漫画が輸出されたフランスやイタリア、香港やタイ王国では若年層を中心に日本のアニメや漫画の愛好者が多く、 サッカーイタリア代表選手のファビオ・カンナバーローをはじめと、する多くのプロのサッカー選手が、サッカーマンキャプテン・翼を愛読書であると明言している。このほか、テレビドラマも、盛んに輸出されるようになり、おしんなどは、中東イスラム圏でも吹き替え版が放映され、驚異的な視聴率を記録、同作品から、日本女性に好意を抱いた視聴者も見られるのである。 東南アジア各国やオセアニア圏では第二次世界大戦時、当時の日本とアメリカ合衆国、英国、オランダなどとの戦争に巻き込まれた人々に大きな損害を与えたものの、戦中、戦後における日本の影響力行使がインフラ構築や国家独立への起点になったという点で日本に好印象を持つ人々が存在する。また、戦後の日本が アジア諸国の工業化のモデルになったこともこれに関係する。ベトナムでは日本軍占領下で飢饉が起きるなどの災害を受けたが、その後日本人志願兵がインドシナ戦争でベトム人と共にフランスと戦い独立を助けたこと、1973年の国交回復後以降は民間政府レベルで開発援助を積極的に行い戦後復興を助けたことにより、 比較的親日の人が多いという。また前日のように、マハティール・ムハマドやリトーキなどは、第二次世界大戦後の日本の経済成長を参考にすることを明言するならず、リにとっては、規律の正しさと国に対する貢献を重んじたい草の日本の教育を参考にすべきと著書で述べている。特に、日本が統治していた時代があるパラオでは、日本語が、 外来語として多く定着しており、公立高校では選択科目として日本語を導入しているほか、アンガウル州では日本語が公用語の一つとして用されている日本語を日常的に利用している住民は皆無であり、象徴的な意味合いが強いなど国家レベルでの新日ぶりが知られている。オスマントルコ地域は第一次世界大戦から第二次世界大戦にかけ、ロシアなど 欧米列強国からの侵略、圧力を受けたが、同じアジアの小国、日本が日露戦争においてその強国ロシアに立ち向かい、さらに勝利したことから、日本への評価や、同じ敵に対峙するアジアの国という、親日的感情につながった人々も見られていた。しかし、現代においては、日本の親米路線により、親、ロシア、反米国のイランやシリアでは日本にしての批判が見られるなど、 現代においては、中東においても反日も広まってきつつある。反路的なフィンランド、ポーランド、ハンガリー、トルコ、バルト三国、アフガニスタンでも同様の傾向がある。第二次世界大戦では、アメリカとも戦い、また被爆国となった点も同様のイメージにつながっている。新日もしくは、反日を判断するには、まずもって、 日本とは何かを定義しなければならないが、万人が認め得る。日本の定義を示すこと自体が無理な話で、勢い各人が各人の価値観から判断する。日本を基準に、いずれなのかを判断する以外に、方法はない。このため特定の国、地域を安易に判定することはできず、レッテルバリ、ステレオタイプ以上の役割を果たすことはない。このため、ある国家の国民全体が、 政治的、文化的な面で完全な、新日もしくは、反日である断定することは困難である。韓国や中華人民共和国は、日本人と親しかったり、日本の文化に親しんでいる国民が、多数いるにもかかわらず、特に、韓国、釜山では日本語が問題なく通じる、政治的には、反日と言われることもある。またアメリカ合衆国が新日であるというのも、日本を、 中華人民共和国やロシアからの防波堤として利用しているに過ぎないという論調も存在する。韓国では新日派が売国奴のレッテル張りの意図をもってよく使われるレトリックになっている。この場合、反日こそが愛国である。韓国初代大統領の李承晩は政策的には過激な反日を基調とした一方、旧植民地官僚であったエリートに依存した統治を 行っったたた。め、後に、に日派と言われるようにもなった韓国の高度成長、観光の軌跡を推進した、牧世紀は、日韓併合に一定の評価をする発言をしたことや、日本との国交を回復、日韓基本条約したことから、反対派からは、新日派のレッテルを貼られた。韓国では、嫌いな国とともに、見習うべき国でも日本が1位に選ばれており、 裏を返せば韓国は日本による植民地支配以外のあらゆる面は評価していることが捉えられる。実際新日ハリストには多くの韓国の著名人や英雄が含まれており、このリストの選考基準の客観性に疑問を投げかけるものも存在した。日本で働いた経験があったり、日本留学の経験を持つ韓国人には日本に親しみや 教習の念を抱いている人も少なくない。さらに、日本人との直接の交流がなくとも、日本の文化に憧れている若者もるなど、日本に対する感情は人により大きく異なる。また旧ソ連、中国育ちの朝鮮人は、韓国のような反日教育を受けていないため、韓国人のような日本に対する嫌悪感は一般にない。第二次世界大戦前後における、 日本の統治や支配に対しては、そのすべてが単純に良かった目にや悪かった面だけではなく、その相対として結果的に良かったか、ひどい目にあったかも等問題もある一方で、立場や状況によっても様々な捉え方もある。日本では戦後間もなくの頃から国会においても特定の国家に対して親日的であると答弁、質問が繰り返された。しかし、 これらの答弁に具体的な根拠はなく、むしろ印象論に近いものと言える。こういった親日地域に対する外交対応の問題では、法音的な日本国内の価値観があり、自分に好意を抱いてくれている相手には礼を尽くすべきだという面で問題視される。インターネットの発達とともに、特定地域に対しての親日破壊中という言説も、電子掲示板や、 ウェブサイトブログなどに見出すことができ、また日本国外から親日的な自身の価値観を表明するもいる。これは大規模な反対運動などのように明確に現れる反日感情の発露と違い、著名人の発言や著書などを除けば草の根的な事象にしか必ず目立つものではなかったが、21世紀は個人というレベルで広く外国でのボランティアに参加したり、 海外旅行を経験する時代になり、一般個人の立場として、世間一般に情報を発信できるようになった通信インフラの整備などに盛り、世界規模の潮流となって様々な個人の発信体験、見解がルフされるに至っている。ただし、そうした一時情報はあくまで一定の価値観に基づいて主捨された個人的な体験の集合であり、そうした当事者の主観による情報に基づき、 特定の国家、民族について、好意的に接しても得たので新日である。ひどい目にあったので反日であると決めつけることは、ナンセンスと言える。特定アジア、イヤン。や旅行先でたまたま隣に居合わせた、誰かが日本に対して、好意的否定的な談話を述べたからといって、その地域のすべてが、同じ意見だということはありえない。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。